だ。雨なんだけど、ミッシー。しかも結構強い雨ですよね。でも博多を歩くとは思ってなかったね、二人で。そうですね、本当に食べ物を食べるために博多の街を歩くとは思わなかった。まあ、都内だけだと思ってましたので、ね、はい、せっかく博多にいたからさ、はい、全部食べて帰りたいよね。そうですね、いっぱい美味しいもの食べたいですね。あれ、待って、はい、まだだよね。あ、まだまだ、あと10分ぐらいの発。そうです。あのさ、茶色い建物のやつさ、明太重みたいな、はい、明太子が乗ったそのご飯、はい、のお店ですごい有名なとこがあって、これですか。そう、応募してたんだよね。え、でも待って、ラーメンっすよね。これが明太重、ほら。ああ、そうなんですね。絶対美味しいだろ、めっちゃ人いるじゃん、並んでますね。何あるぞ、なんか、はい。え、いやこれからだってラーメン食べに行くって言ってるじゃないですか。ねえ、ちょっとだけ行く、ちょっとだけちょっとだけってなくないですか。軽く行く。本当に行くんですか。いや、ちょっと、いや、やば。いや、食べちゃった。いつかね、ラブジャに乗せますよ、あれも。これから食べられますから。食べる、全然ない。雨すごいな。雨すごいです。ちょこやなんだけど、雨。せっかく博多来てるのに、お母さんのキャリーバッグピンクだし。いやー、でも来ちゃったな、本当に。でも博多ラーメンってやっぱ食いたかったよね。やっぱそうですね、本場で食べてみたいですね。どんなもんなのか見てみたいよね。あ、そうですね、一番人気だし。はい、はい、ここですね。博多ラーメン、焼き鳥、餃子。これ特別に今日開けてもらえるような。はい、嬉しいね、そうやって言ってもらえる。まあ昨日打ち上げやってるからなんだけどね。2日連続ですもんね。そうだ。じゃあ、お待ちします。勝負。これさ、昨日ぶっちゃけていい？はい、昨日だから、ぶっちゃけ困ったからさ。まあ、ウーブ全員分のサインがここ来たら見れるっていうね。はい。え、そりゃそうだよね。すごいからね。ほら、カンタ、ボンドって書いてあるわ。これ俺でしょ。これ木下さんね。いや、すごい、みんなのサインあるからここ来たら。はい、はい、ということで、いやー、でも博多来たらやっぱラーメンっていうイメージあるよな。そうですね。じゃあ餃子とラーメン食べましょう。はい、はい、ということでこちらですね。それは美味しいよな。いただきます。うん、美味しい。ちょっと小ぶりなんだよね、普通の餃子よりも。食べやすくて美味しい。下の焼き目がついてるとこすごいパリパリで、上の方は生地が柔らかくて中の具とすごい合う。おいしい。うん、ただ、うん、うん、美味しかった餃子。これが多分このお店の一番おすすめのラーメンなので、これがこれですね。これね、食べてみたいと思います。本当にテンション上がってるよ、俺は。しみるね。おいしい。もうこれをスープとしてだけでもおいしいもん。もうこのフーフーしてる時のこの湯気の香りだけでもご飯食えるもんね。これは美味しいわ。うん、都内だったら本当に通う。本当に美味しい。チャーシューも美味しい。チャーシューちょっと甘いんだよね。あー、なるほど。ちょっと甘みがある感じ。それが抜群に合うね。で、今聞いたらやっぱあのチャーシューはなんかその特製のタレにつけてるからやっぱ甘いらしい、少し他の
とこのラーメンより。このチャーシューぜひ食べてほしい。多分みんな好き。煮卵いきますか。まあ、煮卵はね、まあ、外せないよね。この絶妙のさ、このとろみ、これ作れるようになったら俺家から出ねえもんだって。あ、美味しい。それ美味しいよな。いいね。博多来たって感じするねやっぱね。うん、ごちそうさまでした。いや美味しかった本当に。まず来るべき、絶対このラーメン屋さんは。自信を持ってこれは多分食べた方がいいって言えると思う。これを見てるラーメン好きの皆さん、ちょっとぜひ来てみてください。今回もね貼っとくんですけども、ぜひね僕のツイッターの方にお願いします。ということで今回のかくれんぼでした。ありがとうございました。いやトラブルが多いね。そしてやっぱり店間違える、カメラよく分かんなくなっちゃう、天気悪かった、はい、傘買ったら晴れる。いやすごいよねやっぱ。これがでもちょっと楽しいけどね。あ、そうですね。そのなんかこう終われば良き思い出になってくるやつ、はい。